埼玉県立浦和東高等学校は埼玉県埼玉市緑区寺山条にある公立高等学校全日制の家庭に普通科を設置している埼玉スタジアム2002の近くにあるため学校からスタジアム全体を展望できる生徒数は約1000名で男子生徒の方が多い五十分六時間授業で数学、英語については 習熟度別、少人数授業が行われる。2年次から、文系、理系に分かれ、3年次には、人文、国際、社会、理愛、理通の5コースに分かれる。自由選択科目が多いのも、特徴で、芸術の授業は、音楽、美術、書道から1科目選択する。1年次の体育の授業の週1時間は、柔道、剣道、ダンスから選択し、 三年時では三種目の球技を選択する。放課後や夏休み中などには受験対策講座など進路歩行が実施される。2008年から教室に冷房を完備している。2012年と2013年に教室旨の全体改修工事が行われた。未来に向けてたくましく生き抜く和コードの育成効果は日本を代表するクラシック音楽の作曲家である。 ダニークマが作曲した。遠足、体育祭、文化祭、球技大会、ロードレースなどがある。修学旅行は2年次に沖縄県へ行く。同好会、個人。ありがとうございます。